こんににちは川田ですす朝買い始めまま6月7日日水曜日になりましたこのコーナーでは、米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しております。今、アップルが WWDC、世界開発者会議でしたっけこれやってますよね。で、この後、この前後、パフォーマンスどうなるのかなっていうのがあったんで、ちょっとご紹介してみたいと思います。それ以外にもいろいろあります。で、朝練はやります。それからあ人生豊かやります。 それから今週はですね、私の代わりに、私もいますが、えー、熊倉さんがですね、えー、JP モルガンの夏のサマーリーディングリストですか。これをあの紹介してくれます。本当に面白い企画だと思います。メルマがやってます。メディアは今日私は今からですね、鈴木和之さんのところ、東証に行ってまいります。それから来週はですねいっぱいあります。来週っていうか、はいはい。で、えっ、ー、と、主要指数ですけども、まあ、小動きなんですよね。結果的には、あの、 プラス、ナスダック100なんかはほとんど変わらずで、えー、一応プラスは維持してたということです。まあ、6月も始まって、えーまあ、しっかりしているということです。えー、SP500 は4283ということですから、えーっとまあ、ほんと小動きなんですよねで。これもですね、昨年12月からほぼ2割高のところまで来ております。それれからこれが、 NASDAQ100 と SP と DAO で、えー、これが年初来から、こういうふうに DAO はです、ね、ほぼフラットなんですけども、NASDAQ100 の上げが突出しております。でえー、なぜか、まあ、これも繰り返しになりますが、えー、ハイテクセクター,、えー、コミュニケーションサービスセクターが牽引しているということです。でこれはですねあこれはいいのか、えーっと、これ5年、過去5年ですね。でえー、っとこれはあのそれと関連しているんですけども、 自家総額ウェイトとあの均等荷重ウェイトでは、ですね若干均等荷重ウェイトもですねちょっと上がってますよね。これはダウのパフォーマンスが例えば先週金曜日に 2%, 2ぐらい上がってというのと関連してます。まあ、ハイテク一辺倒ではなくなっているとい、まあ、この直近ねということです。でこれがですね、えーとまあ、あの主要国のの ETF ドル立ての パフォーマンスなんですけれども、今、日本株がずいぶんいいということで、騒がれてますけれども、これもですね、腐すわけじゃないんですけども、え過去、年初からではですねナスタック100がここにあります、まあ、これはいいとしてえ、日本株は確かにいいんですよね、ドル建てでもですね15%強上がっておりまして、ドイツが13%強で、フランスが12%強。 で SP が11.78%で、これ、UK がほぼフラットなんですよね。そういう意味じゃ、あの年初来ですね、日本株はもう普通の先進国株並みに上がってると。で一方、5年過去5年では、ですね、えー、もうこれもですねまあしっかりしてきてるんですよね。日本株は、えー、年過去5年で12.31%、まあ、上がってます。 まあそれ以上になりますと、えー、とこれがフランスが三十三パーセント上がっておりまして、uk はもっとダメで、ジャーマンもまあそんなに良くないということです。まあ、為替の影響もありますよね。でナスダック百ですけども、えー、とこれは8昨年の八月十五日を等に上回って、まあ、こういう感じで、昨年来、えー、先日来申し上げてます。次のチャレンジは、えー、昨年の三月二十九日の一号、二、三、九。ゆっくり行けよと思っております。 それから、交渉に上場してます、1545ですけど、これが本当に毎日毎日、土新年なんですよね。2060635ですか、2万635円ということで、まああの、損してる人はいないという格好になっております。円建てですね。で、きょのニュースですけども、こんな感じですか、ゴールドマンがあのリセッション確率25%に引き下げというようなことで、えー、ハチウスっていう人でしたっけね、エコノミック。エコノミ エコノミーグループの、えー、っとこのヘッドの人がですね、リセッション確率を少し引き下げて、えー、っというようなことが出てました。まあ、まあ、いいんじゃないですかね、こういうのあんまりニュースでもないと思うんですけども、ニュース少ないんですよね、最近。えーっとえー、っとこのビックス指数はついに14を割ってまいりました。まあ、もちろん14を割った時期もこういうふうにあるんですよね。 であんまり低いと、ですねその後何な,な,なんか突発事故が起こって、マーケットには、株価にはですね下押し要因になることが多いということもあります。これが翌日もののビ i g スですよね、これもずっと10.28ということですから、結構な水準まで下がってまいりました。これはまあ、算出初めてまだ間もないんですよね。でこれが日々の足です でこれが AAII はあー毎週木曜日、日本時間の木曜日に改定ですから、えーっと、これ水曜日までの数字ですけども、えー、これは先週のものです。それから10年、2年はそんなに変わらない、10年、3ヶ月も変わらない、えー、10, 年10年と2年の金利も、ですね、それほど今は大きく変わらないんですよね。であとはですね、まあ、というのもあの、フェド交換はもう、ワイエットペリオド。 になってますんでえー、っとなんかもうブラックアウトでしょブラックペリオなんかあの喋れない喋らないんですよねであとはどうでしょうということで、えー、次のビッグイベントは cpa が13日 fomc 14日ということでまあ6月はですね利下げの利上げの確率がもう21.7%ということですからもう6月7月あのニコイチで見るという風うになっております7月までならですね、えー 没に合り上げが、えー、メインシナリオということです。年内には一回、もしくは二回の利下げということです。でこれが、えっと、えっと、なんだっけ？十年,2年間、二年か、これはまあいいや。これは十年のインフレ、期待インフレ率がですね。ゆっくり、ゆっくり、ゆっくりこう下がっていってますよね。こうまあ、横ばいに見えるか下、下下がりに見えるか、まあ、ということであの、やっぱり景気はそんなにまあ思わしくない。 だけど、リセッションには陥らないと思っている人が強気派はね、そういう人が多いということです。で、実質金利は若干下がってますけどね、深掘りをやめてるという格好ですよね。えー、これ、5年の実質金利ですか。えー、っと、そうかな。はい、で、これが、えー、GDPNOW ですけども、これは6月1日に改定、次回は6月7日の改定ですね。で、これも言いました。これはあの プリブランドレンジンの CPI 予想ですけども、やっぱり若干ね、こう 2, 3日こ,こ2、3日は上がってるんですよね、ほら、第2クォーター、こっちが3.0、3.19になってますしね、ということです。でガソリンは動いてません、若干、超安い、それからドルもですね、これからブレントも、銅も、最近動かないんですよね。で、この主要指数ですけども、昨日はあは小型株がずいぶん強かったです、まあ、今まで休んでた分、この過去5日間ではずいぶん高いですよね。 まあ、だから、景気、リセッション懸念に陥らないと思う人が増えてきたということかなと思ってます。まあ、ソックス指数はこれ、ちょっとリーグイですよね。まあ、あのほら、過去1ヶ月ではこんなに高いですし、過去1年で、年初来ではソックスとナスダック100と。それから過去1年でもソックスとナスダックがほぼ拮抗しているという格好です。それからこれがセクター、あ,のあれですねあの、セクター別ですね。 でまあ、あのマイク・ウィルソン、モルガン・スタンレー、この人たちは、ね、まだ弱気言ってまして、えー、EPS は、ねえーまあ、185ドルに値下げりする恐れがあるが、来年は239ドルに持ち直すということで、これは何を言ってるかというと、今年は悪いけど、来年はいいよと。 でということはです、ね、彼らはです、ね、そろそろ、ねえー、SP500 が3200だとか3600って言ってたのをどうもそうならんなということで、まあ、前振りし始めたということですね、もうすぐ目標株価をあの上げてくるんじゃないですかね。ということで、これが EPS です。 で、えー、っとこのアップルですけれども、今も、えー、冒頭申し上げた、これ、火曜日、えーっと、今週金曜日まで、えー、っと恒例の WWDC ・世界開発者会議って言うんですかで、アップルはですね83年からこの会議を催,催してるけれども、2007年に iPhone が発売されるまで、特に目立ったものではなかったと、今週のコンファレンスは、アップルがビジョンプロヘッド,ヘッドセット、3000何百ドルでしたっけ。 バーチャルヘッドセットのカテゴリーに参入することが広く予想されているため、注目を集めているということです。まあ、株価はこのコンファレンスまでに19%も上げているので、まあ、それ以上どうなるかと、ただしです、ね、えーとまあ、実際、2020年の会議では、2020年の会議では3ヶ月間で41.7%上昇したというようなことがあります。えーと 一方、ですね、えー、とコンファレンス開催中の過去のパフォーマンスは、えー、中央値で1.91%の下落、プラスのリターンはですね 3, 3分の1以下ということで、典型的にですねあの売られる時期なんですよね。だけども、で1週間の平均上昇率は0.58、上昇率は57%と比較すると、えーまあ、これがアップルの普通は、ですね WWDC 期間中の、えー、週間のパフォーマンスは平均よりかなり悪いと。一方でですね えとその終了後はですね平均よりいいということで、まあ結局、材料なん、何が出るかわからん時には、腰が引けあの少しポジションを落として様子見になって、その後、まあ,あのでで終わった後はですね通常通り買われるというようなことかなと、まあこれがアップですね、まあよく上がってますよね、まあ、これでもう市場最高値をい一瞬切ってるんですかね。うんで これが開発者会議、ティム・クック CEO の、えー、プレゼンテーションがあった日、翌日、あった日、翌日ということなんですけども、まあ、そんな規則性は見られないですよね。で、一方ですね、これバ、バロンズの5月28日号なんですけども、ここではですね、バロンズは非常に控えめな言い方なんですよね。ということを、きょう、東証に行って、鈴木和之さんとのストップボイスで言ってくるかどうかちょっと分かりませんが。 でこれはあの今週のバロンズなんですよね。まあ、5つのテーマ、それから AI 投資、エヌビディア。エヌビディアもですね、エヌビディアに対しても、バロンズはです、ね、比較的、まあ、弱気、慎重なんです。弱気じゃなくて慎重なんですよね。で、これもあのこう慎重な意見。で、これ、ダムダラン、インドのこのミスターバリエーション、バリエーション、ザ・ディーン・ノブ・バリエーションと言われてる人です。この人がもう株売ったよっていうようなことを言ってましたから。えー、とあと、えー、と6月の季節。 これ、大倉博士からもらったんですけども、6月はですねそんなによくないんです、6月は平均リターンが SP ですね、0.3%と1年を通じて平均よりも低く、えー、勝率、つまり投落率で月間で上がる確率はですね57.7%なんで、若干平均よりは低いと、まあ、悪くはないですけども、このあと夏場は少しやっぱ悪くなるんですよね、なので、シ、え、ェ、ー、ルイン名がその、この数字見ても、えー、言,われあの言,う言う通りかなと思ってます。 あと、今週のスケジュールはそんなにないですね。はい。で、あと、私と箱田さんは収録が終わりました。あとはどうですか、えー、株価はですね、ダウの株価は、えー、っと、これ、ダウは昨日はですね、プラス0.03ですから、ほぼフラットでした。ナスダック100もですね、最終的にプラスになったんですよね。ほぼフラット、マイナス圏で推移してましたけども、プラ,プラスで終わりましたということで、私の銘柄はですね、下げたものが上がってますけども、 やっぱり999にはなかなかかなわないということで、まあ、悪くはないですけども、個別メーカーは今年はだめですね。あの、3月以降ダメなんですよね。ということです。今日はこれくらいにしておきます。ということで、私は今日はあの今から東証に行ってまいります。どうもありがとうございました。失礼します。